翔選手、赤コーナーより青の光選手の入場です。2ラウンドを行います。青コーナー、クレイジービーチ所属、リオアーン。赤コーナー、ストライプ新百合ヶ丘所属、青のヒカール。レフリー永瀬です。続いては第3試合です。ディープジュエルス49キロ以下契約、5分2ラウンドの攻防です。白ベースのコスチュームがリオン、ピンクのコスチュームが青のヒカルです。ラウンド1、第1ラウンドの開始です。早速タックルを狙っているのは青のヒカル、これを牽制しておりますリオンです。山崎選手はこのリオンと以前対戦経験がありますね。ルールで一度対戦させてもらってます、はい、山崎選手が勝利を収めているという戦いですね。リオン、どういう選手と映ってますか？やっぱり充実ベースの選手なんで、はい、その試合の時は絶対寝ないようにと思ってたんですけど、はい、その時とはやっぱもう多分変わってきてると思うので、うん、充実ベースのリオンです。8年のキャリアがあります。去年9月にプロデビューしました長尾と林戦、判定で勝利を収めています。2月大会は負傷欠場となりました。およそ8ヶ月ぶりプロ2戦目となるリオン、まあ、そうなりますと青の光はもうレスリングエリートということ で、ね、キャリアは格段に違うという状況なんですが、はい、この両者の組み合わせ、どのようなところを見ていきたいですか？やっぱり柔術とレスリングの戦いになってくるのかなと思うんですけど、はい、対する青の光は日大のレスリング部出身ということで、レスリングの全日本選手権、
あるいは社会人選手権というところで優勝と輝かしい実績を持っています。去年12月、パク州戦ですね、ハムソヒの妹分に TKO 負けをしまして、そこからの再起戦です。現在は青の光が上になる格好です。セコンドからも指示が出ております。青の光、抑え込みが強いですね。はい、そうですよね、はい、一旦自分のペースに持ち込んでいくと、はい、もうあとはフィニッシュまでと。そうですね、ここからじわじわとというのがいつもの展開なのかなと思うんですけど、はい、リオン選手多分下からもすごい上手いと思うんで、ええ、仮にこう下になったとしても、はい、それが決して劣勢なだけではないというところですか。打撃があるんで、ちょっとそういうところは気をつけたいと思うんですけど、はい、仕掛けは下からが得意だと、うん、おっしゃってたと思う、今相手を挟み込んでいる下から、これで下から手を取るかというところですね。はい、というところで狙っていきたいなと思います。はい、一発二発パンチを見せておいて、青野の腕を取ろうというリオンです。あ、じゃあそうなるとこの辺り上になられても冷静に対処できているわけですね、リオンの方は。冷静だと思いますね。はい、まあ、そうは言いましても青の光のプレッシャーも相当なもんですからね。はい、ポジショニングはすごい上手いと思うんで、はい、一時期は青の光はこうその実力から、そしてバックボーンから考えて、はい、あのフィニッシュが課題というふうな言われたりしていたんですが、はい、そういうところも、腕を磨いていって、はい、という状況になっています。ここからのフィニッシュをどうするか。第1ラウンドは残り時間2分を切りました。しかしなかなかこう下に居続けてもというところではリオンも逃れたいですよね。この抑え込みはどういうふうにすると。そうですね、ちょっと手が足に絡んじゃって、あ、挟まれちゃってるんで、リオンの右手、はい、右腕ですね。そうですね、まずそこを自由にしてから動きたいと思います。はい、リオン出血がどうやら見えるようですね。そうですね、左腕も少し今これが有効に使えない状況になってますか。はい、一回こう押して離したいですね。はい、横から抑え込む格好に変わりました青の光です。鼻からの出血が見えるリオン、動けという声がセコンドから飛んでおります。リオン残り時間1分を切りました。第1ラウンドが間もなく終了となります。下でもがいているリオン、いやしかし青の光の動きが、はい、強いですね。本当に強いですよね。はい、バランスがコントロールうまいですよね。はい、そうですね、やっぱ上手だと思います。はい、相手の腕を取って上からパンチを落としている。残り時間第1ラウンド30秒切りました。動けの声がセコンドから、リオンのセコンドには田村一成がついています。相手の手を、いやこの辺は落ち着いて丁寧にいきますね。じわじわと、はい、左手をパンと落としている。ここでレフェリーが止めた。青野の右手が上がりました。勝ちましたのは青野光。この戦いどのように印象ありますか。やっぱり青野選手の抑え込みが本当に強くて、はい、動けなかったかなっていう。はい、いやもう上になってからの冷静なこう対処の仕方というのがすごかったですね。まあ、リオンの方も下からこう攻めようという意思はあったんですけれどもね、それも粉砕されてしまいました。こうなりますと青の光、次はもう前澤のベルトをという話も上がっていました。そこを目標にというところですね。4分53秒でレフェリーが止めました。青の光が制しています。さあ青野も、勝利のコメントがあるようですが、青野光はセコンドには渡辺修斗がついてますね。はい、間もなく雷神での大会も決まった渡辺ですね。さあそれでは青野光のマイクをお聞きいただきます。
それでは大野選手も久しぶりのディープジュエルズの勝利となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。まず率直な心境をお聞かせください。久々の試合だったので、まあ強くなったところを見せなかったのと、ジュエルズを盛り上げられるような試合ができたらいいなと思って臨みました。1ラウンドの初めからいきなりこうタックルを出していったと思うんですが、相手は勢いのあるリオン選手でした。リオン選手と戦ってみて印象はいかがでしたか？でも、リオン選手は柔術歴がすごい長くて技が上手なので、すごい対策はたくさんしてきました。見事リオン選手にこう勝利を収めました。会場の皆様、そしてこれをご覧になっている皆さんに最後うちの意気込みとメッセージをお願いいたします。はい、今日はこんな中なんですけど、わざわざ会場にお越しくださってありがとうございます。今コロナウイルスでその外国人選手がなかなか入ってこれないんですけど、私12月にパクシー選手に負けてしまったんですけど、もしパクシー選手が来れなかったら私がいつでも準備して待ってるので、タイトルマッチに向けてまだしっかりこのまま勝ち上がっていけたらいいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。お待ちしています。見事1ラウンド勝利をしました、青野ひかる選手でした。どうぞ盛大な拍手をお聞きください。青野ひかる、勝利のコメントをお聞きいただきました。やはりその目標の先に見据えているのは前澤の持つベルトというところでは、この後のベルト戦線どう絡んでいくのか注目となっていきます。青野ひかるがリオンを見事に下しました。